私電車の中でね、ちょっとつけまつげとかしてね、大丈夫でしょ。はい、ではですね、時間通り来てますのでね、今日ね、一人の歌から最初歌っていっちゃおうかなと思っております。2曲ね、歌うんですけど、最初はですね、赤い車に乗って、はい、挑戦します。よろしくお願いします。できるかしら。
ちっちゃいおばあちゃんになりそうですね、私ね。もうきっとね、カラオケマシーンがあったらね、なんかこう押すとこ引っ
人もね、ちゃんとメリハリつけてねなんてね言われそうな。ね、あのカラオケのコメントって面白いですよね。なんかね、いつまで私はシャンソンやってるから余計なんでしょうけどね、なんかあなた流ですね。もうゲラゲラ笑いながらね、一人でカラオケボックスでやってます。私流といえば次の歌うのも私流になりますね。ちょっとまた一口飲みすぎる。なんて姿も美脚飲まないとなんだ。はい、ではですね、さつまいもの会のちょっと PR しようかなと思って、さつまいもの会に、ね、塩八さんがとても頑張っていらっしゃいます。そしてですね、今月来4月ね、明日からの22日ゆうかあいかさんとね、ひとみさん、山本さん、社長、ね、で私も参加させていただくんですけど、あのね、ミュージアムさんね、ミュージアムさんもお出になるしね、NASA さんも、美月さんも、そして、木馬亭でね、平浜先生、たくさんいろんな方が出ますので、さつまいもまた今年も私、焼きますので、配れると思いますので、千葉さんがね、買ってくださいましたので、はい、楽しみにしてください。22日、竹の塚です。はい、学習センターで10時半から出ます。はい、ぜひ、いらしてください。というわけで、千葉さんのね、ああ、喜びの令和を歌ってみようと思います。お願いします。
この衣装を着たからかなシャンソンを忘れます最後の曲になります。やだ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 、今来たばっかり。そんなことないない少子よしないないでもここにはいないない、はい、今来たばっかり私なんですけどすいません。はい、ですね、ユミソナさんが作曲してね、作ってくださった曲で、私が南雲社長に詩を書いてくださいってお願いしました。少子さんが編曲をしてくださいました。そしてあの浅草ロマネスクという曲が生まれました。はい、ぜひ聴いていただきたいので、今日はここで歌わせていただこうと思います。よろしくお願いします。夜空の星が君の愛